はいどうも皆さんこんにちはこんばんはということで今回もですねドラゴンクエスト11のスイッチ版の方の授業プレイ続きやっていきたいなと思いますんでですねちょっと前回終わってちょっとセーブしに戻ったわけですよ。ただこれ待ってたわこのこら後ろからてっきり走ってきてんのかなと思ったらいや待ってたわということで暗く悲しい悪夢から彼を解放してあげてってさっき彼の声噛んでゆく冒頭からさっき声の主がそう言ってたわね。早く青さん青よっしゃ行こい行くぞ力押しゴリ押しで行こうさあー口押しよくも言えるのはと青さんを許さん待って抜け殻になったアーウィンの中から嘆きの声が聞こえてくるさらに近づいて声を聞いてみますか。オッケー聞いてみよう。あ待った MP 一応減ってたような気がするんだけど大丈夫なんでしょうか。もうすんげえホラーなんだホラーなんですがさあ行ったいや待った MP MP とか HP 回復しないんじゃない。新鮮な食材がやってきよったわ。お前そんな声してたのか。何年ぶりかの誰か分かりません。誰かは分からない。さあ我が絶望の中に落ちてくるがよい。極上の悪夢貴様にも見せてやろう。よだれ垂れるよねここまで口ずっと開けたらねそっちそうじゃない。その話はどういう意味だか。いやちょっと思っちゃっただけ。あ助けてあげよう。パパンパパンを助けてあげよう。もしあの日に戻れるのなら地獄の豪華に役立てもいとわず。選択肢どこかで間違えたってわけじゃないんだよね。で分かんないもんね。だってあれもう一回ちょっといいわ見に行こう。あの日何だったのか衝撃の事実を僕もちょっと一周目はですね連打で言ってしまったんで連打で言ってしもうたわけです。何回も言いますがすいません。ラスボス動画を YouTube に上げる最短で上げるっていう意気込みで2年前頑張ったわけですよ。さあ来たはっこれか真ん中今真ん中になんかキャバ嬢みたいなのがいるあれ誰だあれ誰なんだこれ真ん中の子誰女の子。アーウィン様この度は記念すべき祝杯の日にお呼びいただきありがとうございます。ご子息のご誕生は私たちにとっても喜ばしいことですわ。本当におめでとうございます。全ての謎が明かされるんだね。皆様ありがとうございます。アーウィンかっこいいな。本日は我が国イグノアにとって特別な日。祝杯の宴をゆっくりとお楽しみください。うん楽しんでいこう。サマディオクレイモランをお二人ともようこそイグノア。あ後ろのあれ奥さんか。いやいや久しぶりですなアーウィン殿。このような盛大な宴での歓迎感謝いたしますぞ。本日の四大国会議はロトゼタシアの今後を決める重大な会議。我が国サマディだけのけものにはさせませんからな。一つよろしくお願いいたしますよ。なんか小林さんなんかね悪魔の子だみたいなちょっと言われるんだよね。四つの大国の王が一堂に会するなどわしが知る限り前代未聞の事態じゃって。そうだよね。それほどご子息伝説の勇者は我々にとって重要な存在だということ。綿棒みたいな本日の会議楽しみにしておりますぞ綿棒みたいなやつだな。我が息子のため遠方から来訪していただき心より感謝いたします。この日に戻れたらってことか。四大国会議が始まる際にまたお声をかけさせていただきます。私は準備がありますのでこれで。四大国会議か。デルカダローはどこに。はっデルカダル王は老様とお二人で城の中庭の方に行かれました。これいつのタイミングで、ね、なんか乗り移られたのかな。それ覚えてないよね。まあ ゆっくり2周目ということでゆっくりちょっと。ただ青さんしかいない。あ大丈夫なんだろうか。オートセーブ来たね。ちょっと光ってる誰なの。そんなに焦らなくても 4大国会議が終わればすぐに青さん様は顔っていうか、髪型とかすげえ好きなんだけど目がダメだな
目がダメだな。なんか性格悪そうな目してるな。これ誰だこれ。これどこでサマディだったっけ。クレイモランか。これがあれか。王女の勇者様浜、あんまこのオールバックっぽい、ああいう好きじゃないんだよな。俺の女の影が好みどうでもいいのか。さあ来ました。さあ来た。この時点でどうなの。ローソン、そろそろ四大国会議を始めましょう。お二人とも準備をお願いいたします。ここはまだ大丈夫、正常なんだよ。ローから話を聞いたぞ。そなたの息子が勇者の生まれ変わりとはな。はい、息子は四大国会議の場で皆様にお披露目するつもりです。こんな大勢の方に祝福していただいて改めて実感しました。やはり勇者は我々にとって希望の光。嬉しいのかな。話は後ほど聞こう。先に会議室へ行っているぞ。過酷な未来が待ってるわけじゃん、自分の子供にね。これ嬉しいことなの、誇らしいことでもあるんだけど、このローかっこいいよね。ロトゼタシアの命運を左右する重大な存在だからな。みんな思うところがあるんだろう。さあアーウィンよ、そろそろ時間だ。あの子を預かりにエレノアの部屋に行ってきておくれ。めちゃめちゃじいちゃん優しい。さあここからですね、いろいろこうあるんですが、まあほぼ忘れてるんでね、頑張っていきましょう。ほぼ忘れてる。アーウィン様とロー様、それにデルカタール王様を階段を持って行かれた。ついに3階の会議室で四大国による話し合いが行われるので、一体どうなることや。オッケー、行こう。さあ、階段を上がって、なんかこういう感じのさ、でっかい階段登ってる感じあるよ、ドラクエの。ほんとね、テンを覚えたすわ、テン。後ろにいるね、これか、誰だ、お前か、来た、誰だお前。まったくお前、何で言ったら分かるんだ。テルノ様のお部屋、向こうの部屋を開けて左に曲がった隙だ。説明を。向こうってどっちだ。こっちか、向こうだ、こっちいいのか。逆とか言ってなかったか。入って左、こっちここだよね。来た、多分合ってたね、合ってた。なんか声優さんがやってんの超可愛いんだけど、何今の。ああ、こんなに小さいのね。ちょっと触ったら壊れちゃいそう。エレノア様、この子に触っていい？これ小清水さんやってんのかな、声、幼少期。エレノアさんめちゃめちゃ綺麗。この子ったらマルティナのこと好きみたいね。遊んでほしいって言ってるわ。大丈夫、一番最初に結婚しよう、マルティナ。今回は今回の世界戦では必ず君と結婚する。この子は勇者として生を受けた希望の子。この子が大きくなったら父親に似て、いかなる困難も乗り越える力強くたくましい子になってほしいわね。エレノア様に似たらみんなに優しい子になるわね、きっと。嫌な予感が、悲しい。マルティナちょっとこうキュッてこう釣り上がってるような、こうなんて芝崎公的な感じだよね、多分ね。ちょっとそんな感じを意識してるんじゃないんですか、このマルティナって。もうすぐ四大国会議が始まるよ、その子をこちらへ。騎士団長かなんかだったっけ、アーウィン。めちゃめちゃ面白いんだけど、これ知ってた。これから行くところは怖いおじちゃんがいっぱいだけど、何があってもパパが守ってあげるからな。これ生放送じゃないんですよ。まったくあなたったら、そう強く抱きしめたら苦しいじゃないね。モニターの前で一人で楽しんでるんだぜ、一人だけで喋りながら。特別な日に急にこんな天気になるなんて。私さっきから何か胸騒ぎがして。エレノは安心してくれ、何があっても君とこの子は私が守るから心配いらないよ。エレノアも死んじゃったんだもんね。アーウィン様、私は
マルティナのお父さんは強くて勇ましいデルカダール王だ。私よりよっぽど頼りになるよ。嬉しいのか。さて、そのデルカタール号が、私はそろそろ行ってくるからね。エレノア、後のことは頼んだよ。あ、まあ、強めの酒が飲みて強めのお酒を飲みて。行ってらっしゃい、あなた。かわいいね、マルティア。さあ、来た。ママー、ママー、そこに誰かいるの？誰もいない。なんでわかるの？あの子、いや、すげえ。どういう時系列、どんな感じで時空を飛んでるの、これ。今日は王さんにとって大切な日なので、過去に戻ったって、あ、そう、実際戻れるったか、戻、まあ、ここから先の話だけどさ、大人ができたみて嬉しいなって、青さんが大きくなったらいっぱい遊んであげようと。あなた、めちゃめちゃ強くなるわよ。そうだよね、この世界線ではマルティナがどうなってたんだろうね。あんな足技の達人みたいな、なんだお前、お前まさか会議室の場所忘れてなんてないだろうな。説明をつバカにするなよって会議さ、玉座の魔王でまっすぐ行った先、忘れるわけで、ありがとう、説明をつ、ここ玉座の魔だな、オッケー。まっすぐ行った反対側なのか。ほんとこれで全てがわかるぞ。なんかいるけど、まあいいや。さあ行こう。まあ怪盗編みたいなもんだもんね、全部がここでわかるから。からマルティナかわいい、いや来たー、これだよね、これ。怖い、やっぱ悪く見えるな。そうなのか、あの技がある、間違いあるまい。暗黒の深淵にたゆたう邪悪の神、凍てつく黒き闇をまといて母なる大樹に迫りし時、光の紋章を携えし勇者、聖なる剣で邪悪の神を打ち、閃光となりてロトゼタシアの地を光で照らさん。ロシュ戦記、眉毛の上のあれ肉で止めてるね。終わりの歌か。ロシュ戦記、戦記曰く、邪悪の神は古の勇者によって滅ぼされ、世界は平和になったはず。しかし以前に比べロトゼタシア各地に魔物が増えたこと、皆も気づいておろう。アーサー王を率いるバンデルフォン王国は邪悪な魔物に襲われ滅びたと聞いています。うん、このような事態の中、勇者と同じ技を持つ赤子が生まれた。これが何を意味するのか、聡明なる王たちの見解を問いたいと思う。ネタバレ会だ、完全なる。サマディ王だけがいまいちだな。いまいちだけど。邪悪な神だとか魔物が増えたとかいろいろおっしゃいますがね、どんなに不穏な影が世界を覆うとも、こうして伝説の勇者が誕生したのですぞ。勇者がいる限りこの世界の平和は約束されているではありませんか。いや、そうではなかったんだわ、大変なことなっとんだわ。なるほどの、勇者がいる限り平和は約束されるか。ロー殿も人が悪い。先ほど語った老朱戦記、肝心な部分が抜けておったようじゃが。老朱戦記でローグ州の話だもんね。これあんまそこ全然分かんなかった。こう結構早くパパパって言っちゃったから。始まりの歌、老朱戦記の第一章、勇者の誕生が記された序言だ。生命を紡ぐ命の大樹、その息吹より生まれし光の勇者。勇者の光、尽きることなきまばゆさで、果ては漆黒の影を生み出さん。
影の名は混沌を滑る邪悪の雷。なるほどね。漆黒の影を光と影だったね。伝説の勇者自身が邪神を誕生させたと。夜の暗闇がなければ星が輝けぬように、光がなければ闇も生まれない。太古の昔より定められた摂理じゃって。光と闇は常に表裏一体。勇者の誕生は命の大樹の福音か、邪神の目覚めの暗示か、果たして。言葉が過ぎますよ、クレイモラン王。勇者が悪と同等の存在などと。言ったれ言ったれパパ。勇者が良い存在だとなぜ言い切れる。不吉な影は魔物だけではないぞ。最近になって夜空を輝く勇者の星が鈍い光を放つようになったじゃろう。あの星な、ご子息の誕生と同時に起きた異変じゃ。見っちゃうんだけど実況忘れてしまうという。泣いちゃってる。アオさんが、パパ怒んないで。わしには聞こえるのじゃよ、まがまがしい輝きの中、勇者の星が歌うロトゼタシアを混沌へ導く破滅の歌が。花折ったろかい。花折ったろかい。かわいそう。一理あるな。デルカダルオ、緩やかにだが確実に世界には禍々しい足音が近づいている。お前が言うな。いや、まあまあまあ、いろいろあるんだけど、終わればわかるけど、起こっているのは真実だ。我々は上に立つ者として、ロトゼタシアに住む全ての民のためにその元凶を絶たねばなるまい。たとえそれが伝説の勇者であってもな。もうこの時にちょっと あれって思うね。この子を亡き者にしろ、そう言っておられるのでしょうか。確かに妬みかよと思ったもんね。息子が生を授かる直前、命の胎児から聖なる光が発せられ、夜明け前の空をまばゆく照らしました。なんだ、鳥肌がちょっと。 その光に共鳴するように、光り輝くアザをその手に携えたこの子が生まれたのです。もうそう、ちょっと鳥肌。 BGM が。この子は孫をことなき伝説の勇者、大いなる闇を晴らす力として命の大樹が与えてくださった希望の光です。光と闇は表裏一体などではない。命の大樹の申し子である勇者の聖なる光は必ずや闇を消し去る。私はそう信じます。よう言ったアミー、偉い。アミーよく言った。よくぞ言ったアーウィンよ。もしも我らの意見に賛同していたら、即刻勇者を引き取るところだったぞ。勇者は命の大樹の意志、我々に与えられた光の力だ。全力で守らなければなるまい。あんまりこれが強すぎたから騙されちゃった感はない。意地悪は過ぎたか。まさかみたいなさ。お主の誠の心を知りたかったんじゃ。許せアーウィン殿。鼻叩きおるぞ。我が国は勇者への支援を約束する。その子が16歳になった暁にはデルカダールで修練を積ませよ。勇者にはいち早く我々を導く力をつけてもらわんとな。16年後だもんな。この時でどうやこうやって言ったの。16年は長いな。デルカダールを、皆さんありがとうございます。
何やってたん、ま、これにて一件落着ですな。まあ私はこうなると思ってましたがね。ここはどうなるんだって。では結論は出たようだな。我らの心は一つとなった。全ては命の体重の導きのもとに。いや、よかったよかった。すごいよね、これ好きだよ。これで四大国会議はしまいだ。勇者を待ちわびている者たちにその子の顔を見せに行かれよ。はい、ベルカダール王、ありがとうございます。こっからか。ガタ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 。それでは皆さん、長々とありがとうございました。あー、てんてんてんが嫌だ。四大国会議はこれにて。これ来た。アーウィン様。もう始まった。どうした。皆様、お逃げください。魔物が我が城に。なるほどね、こっからよ。いや、数が多いきゃどうにもならんわな。皆さん、大変です。多くの魔物がこちらに向かっています。どうかここからお逃げください。わあ、そっか、赤子をあれなんだわな。だからな、まあ、フォーに近いわな。だからこう、どうしたお前。いや、こと切れ、なんでこと切れているようだ。大丈夫か、うん、お前。なんということは、伝説の勇者を捕らえるために魔物とかは首、国ごと滅ぼすつもりか。なんか言ってる。どうしたらいいんだ、もう言っていいのかな。サマディ王はいいや、別に。サマディ王はまあいいや。なんかやってる。いや、もう入ってきてんじゃん。勇者はどこだ、勇者をだ。か、数が多いな。しかし、悪しき異形の者どもに勇者を渡すわけにはいかぬ。ローちゃん強いの。ここは私とローが引き受けた。そなたはその子を連れてエレノワと共に城の外に逃げろ。いい、違う違う、声でかいから。しかし、この数では。もう強い、おじさん強い。この程度の魔物に不覚を取るほど老いぼれてはおらぬわ。私も後から必ず追う。さあ行け、さあ行け。ローちゃん強いよね。デルカダール王、ロー様、ここは頼みます。いともたやすく。いや、マルティナちゃんたちどうだったの。これでもさ、これ確かさ、倒せるんじゃなかったっけ。これアーミーが向かったの、玉座の魔官無事だといいが、てんてんてん。戦えんじゃなかった。行こうか。あ、戦えるんじゃん。あ、これ戦えのか。驚きと惑っている。それでよくわからんやつからいきなりなんか殺意を向けられてるわけだから、こう驚きもするけど、まあ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 、いらないでしょ、その動きでしょ。まあ雑魚でしょ。あれ、あ、強い。オッケー。よくわからないとこからの斬撃。斬撃こんな恐怖ないでしょ。お、終わらないな。お、なんかあのゆっくりな感じが仕方ない。助けてあげよう。お前ら、僕はな、手札怒られてばっかりだけど、うち、うん、剣の腕は騎士団でも上の方なんだい。何を言うとお前は。いいね、いいね。この鳥山先生のこの骸骨のこのキャラクターめちゃめちゃいいんじゃない。めちゃめちゃ可愛いよね、なんかね。いこーい。オッケー。ざっこい。ざっこい。ざっこい。さあ、どこに行くんじゃろうか。こっちか、こっちか。始まってしまったね、ついに。あの日の真実。来た。アービー様、私怖かった。かわいい。よくぞご無事でいてくれました。窓から魔物の大群が向かってくるのが見えて、あなたとその子が心配で。今は話している時間はない。この子を連れここから逃げよう。クラウのサナエさんだよ、ね、私についてくる。そういうことですね。大丈夫なんだろうか。アーウィが、君たちのことは私が絶対に守る。たとえ何があっても。さあ早く
ここから脱出しよう。かっこいいパパ。めちゃめちゃ綺麗だもんね、エレノは。こっちでいいのか。さあ、ということで、あー敵もいる、いっぱいいるんじゃん。倒してみようか。行こう。これ全員に倒すことによってさ、なんかボーナスがあるのかな。だからよやらん、あんま倒してなかったと思うんだけど、イズラエルを倒した、なんか意味あんのかな。まあいいや。さあ、ということで、あの日の真実がですね、まあ語られまして、まあここから先ちょっといろいろあるんですが、まあ一旦今回は時間が来たんでこの辺で終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録、そして高評価などもお願いしますね。それでさ